歩先行くマーケティングの、この配信では一家の大黒柱の私が企業やオンラインで稼ぎたいけどなかなか一歩が進めない人に向けて、ちょっとしたマーケティングのコツをつかむことでビジネスも人生ももっと楽しくなる考え方をシェアしていきます。こんにちは、下坂恵理子です。今日はいかがお過ごしでしょうか。さあ今日はですね、私は子供とね劇を見てきました。なんか生のミュージカルみたいな感じだったんですけれども、何でしょうね、こういう生身の、ね、人が演じているって本当にやっぱ素晴らしいなっていうふうに思います。で、まあ、私も過去にですねそういうのを出演舞台していたことがあるので本当に私は好きなんですけれども、子供にももしね興味を持ってもらえたらいいなっていうふうに思います。あ、そうそうそう、で幼稚園のねやつだったんですけれども、なんかあれですね、最近今風になってました。というのも以前はそういったね、なんか劇団がこう回っていくのって音楽もなくてただただ物語をやるっていうのが主流だったんですけれども、結構今ダンスとかね歌も入って本当にミュージカル調で見やすくなってたので、なんかすごくねそういうの努力を感じるなっていうふうに思いました。いいなっていうふうに思います。まあ、昨日のポッドキャストの企業努力って何っていうところにも近いかなっていうふうに思いますが、はい、というわけで今日はですね、繰り返し購入する顧客の心理というところをお話ししようと思います。で、大体予想はつくと思うんですけれども、新規顧客を獲得するよりも既存のお客さんですね、一回お客さんになってくれた人を引き続き継続してもらう方が楽ですっていうお話をつどつどしていますが、繰り返し購入するってどういうことなんだろうっていうところに着眼したいと思います。で、なんでねそれを思ったかっていうと、実はねうちの夫がですね珍しくスタバにハマったわけです。スタバといえばね、なんかなかなか前はねそんなにうちもすごいスタバ好きとかいうわけでもないし、まあね第一スタバって高いわけですね、スターバックス。コーヒーねドトールとかだと200円ぐらいでね飲めますし、家だとね普通に単価50円ぐらいで飲めますが、スタバとなるとコーヒーだけでもね400円以上したり、フラペチーノとかになると700円相当ですよね、700円ぐらいの前後の金額なので、そうそう安くないわけです。で、しょっちゅう買えるわけではないんですけれども、なんとねそこに夫がハマっちゃったわけです。で、どんな戦略にハマったのかっていうところをちょっとね私なりに分析をしてみたところ、季節商品で限定ってとこですね、もうマーケティングの基礎なんですけれども、で今ねやってるのは桜フラペチーノっていうのが、夫が、ちょっと前に息子とね一緒に外出した際に見つけて珍しく飲んだらすごく美味しかったらしくて、なんか今日も飲みたいみたいに、もうどうしても飲みたいみたいな、もう中毒症状ですよね、中毒症状で、昨日は飲まなかったんですけど今日は負けて飲んじゃったわけです。で、なんで飲んだか、もうこれはね限定性の法則なんですよね。スターバックスがやってる戦略って2週間ぐらいに新商品が出るんです。しかも新商品出たら今度は終わっちゃうわけです。期間限定で出たと思ったら2週間後ぐらいに違う味でまた新商品が出るので、前の商品はねずっとやってらんないわけです。いや、これね本当にうまいなっていうふうに思います。だからお客さんの方はこの味が飲みたかったらまずね飲んでみるしかないし、で美味しかったらその期間中にもう一回リピートしちゃうわけですね。え、これすごい戦略ですよね。で、なおかつねそこで飲まないともうね来年あるか分かんないし、まあ同じようなものはあるかもしれませんが、今のこの限定、今桜なんですけど来週からは抹茶って言ってましたけれども、そういうところでもなんかもう二度と手に入らないね、じゃあ今飲まないといけないみたいなのをね夫はね感じてしまって、もういても立ってもいられないみたいになっちゃったわけです。で、今のね桜フラペチーノには入っているのがなんかタピオカみたいな、なんかお団子をモチーフにしたなんかもちもちのが入ってるんですよね。で、もう一つうまいなって思ったのが、なんとね今日からそのもちもちのなんかタピオカみたいなのが他のドリンクにも入れられるんです。110円で。ね、これ
完璧に私たちの、ま、あの私が使っている専門用語ではオーダーバンプっていうんですけれども、追加商品ですよね。あの今まではその桜フラペチーノを買わないとその餅みたいなやつは入ってなかったんですけれども、今は他のね、あのなんだっけ、私詳しくないんですけど、チョコフラペチーノとか他のマンゴーフラペチーノとかいろいろありますけれども、そういうのにもプラス110円でそれを入れられるみたいなんですね。きっとそのスターバックスがね、その110円で他のにも提供したのは、背景は2つあって、1つは好評だったんでしょうね。桜フラペチーノで多分そのね、お餅のやつの口コミとかがきっとすごく良かったんでしょうね。ね、でもう1つはだから、それを他の商品にも追加、オプションとして追加できるようにしたってことですね。そうすることによって、そのね、当たり商品ってやつですね、これお餅のやつをねコンセプトに入れたらね、きっとあのヒットしたんですね、お客さんに。でこれは人気だってことで、きっとそのお餅だけを他のものにも入れて、で他ので美味しかった人はね、また桜フラペチーノの本家も飲むかもしれませんし、うん、で今後もね、そのお餅のやつが続くかわからないんですけども、夫はね、もうまさにそのお餅のやつが美味しかったらしくて、でも普段あんまりタピオカとか飲む人じゃないんですけどね、餅が好きとかでもないんですけど、なんかねハマったみたいですね。まあ、そういった中で、なんかやっぱり企業努力、昨日の話と同じになっちゃうんですけど、やっぱこういうのって企業努力だなっていうふうに思います。で新商品が出たら絶対に美味しいでしょうし、でスターバックスってもともとね、お客さんがもう固定でついてるわけなんです。だからきっと新商品を開発しなくてもある程度お客さんはいるはずなんですけれども、きっとそこに開発費を投入して新たな商品を常に出し続けるっていう努力をしているんですね。そういうところからやっぱりスターバックスがいいっていうね、ファンが生まれてしまっているんじゃないかなっていうふうに思います。でそうなると新しい商品が出るんだら、またそれを飲みたいっていうふうにね、ファンになったお客さんは思うわけです。なので、でしかもね、その新しい商品は常に手に入るわけではなく、ね、2週間に1回ぐらい入れ替わっちゃうので、そうするとね、もう2週間に1回のサブスクみたいなもんですよね、お客さんね。1ヶ月に今までは全然お金を払ってなかった人が、もうスターバックスの虜になると、1ヶ月にね2回も3回もスターバックスに行って新しい商品を飲み、ね、そのうちきっとね、コーヒー飲むならスタバみたいになるんだろうなっていうふうに思います。はい、というわけで、やっぱりね、繰り返しお客さんがやっぱり商品を購入するっていうのは、その会社のファンになっているっていうのもあるし、その裏には企業さんも絶え間ない努力をねして、お客様に良いものを、美味しいものを届けるっていう風にやってるんじゃないかなっていう風に思います。まあ、なのでこれはね、スターバックスは飲食店ですけれども、別に私たちコンテンツビジネスの世界に当てはまらないわけではなくて、やっぱり私たちもヒット商品をね、見つけることも一つで、さらに世間に合わせた商品をね出していく。今で言うと AI が人気なので、AI のキャンペーンとかねやってもいいかもしれませんし、ね、この人がやるんだったら学んでみようって人がきっといると思うんですよね。なのでそういったところで私たちも差別化できるんじゃないかなっていうふうに思っておりますので、ぜひ頑張っていきましょう。はい、それでは今日もお聞きいただいてありがとうございます。また明日も配信していきますので、気に入っていただいたらフォローしていただけると嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。